さあ行きましょう。続きです。ひたすらセフィロスの後を追いかけていきます。こんな感じでしたか、ニブル山って。あの5年前の回想シーンで登った感じかなと思ったけど、あ、でもまあ山のふもとってのはこういう感じなんでしょうね。ちょっとどう進んでいいかちょっとわからんけど、うわ、やっぱエンカウントするのか、これまた大変だぞ。決定ボタン連打でいきますか。それとも魔法を使っていくべきか。へばりつき、なんかやだな、なんかやだな、へばりつき、その表現、へばりつき、うわー、なんかやだな、キモいな。あ、まだ結構 HP 高い、そうそう HP 高いぞ。3人でボコっても結構だもんね。 OKOK いけた。いやー、なかなかにちょっと大変ですね、もうね。そう、魔法 MP 足りるかわかんないけど、まあエーテル駆使していくしかないな。ひたすら上に上に、あれこっちはこっちとて、いや、なんかちょっと待て、なんか宝箱っぽいの見えてるな。あんまり宝箱固執はしませんけど、目に入っちゃったらば行きたいよね、取りに行きたいよね。うわー、出た、へばりつき、ブリザーラサンダーラ行ってこい。そうだ、354353、なんかもう一回またなんかジェノバとかあんのかな、これ。なんかまたジェノバの名前出してきたけどさ、あのセフィロスがね、これ魔法、クラウドは魔法で行った方がいいかな、これ。マテリア全体一か時間、炎ボス戦になったら組み替え、いやでもな、いきなり来るからな、来るんだよね。全体化ってもう一個ぐらいなかったかな。ルーンブレイド、え、剣か、ルーンブレイド、あー、めちゃくちゃいいね。2倍だって。オッケーオッケー。回復盗む、芝追加効果、追加効果いまいちちょっと、まあどうなのかわからんけども、オッケーオッケー。戻ってでもちょっと取りに来た会話ありましたよ、これは。よかったよかった。最後、あー、やばい、魔法まだリミットは使わない、リミットゲージは使わない。ボス戦に備えて残しておきます。ハリアー補給車じゃねえか、ハリア。いいね、乗ってる友達いるけどね、やっぱかっこいいよね、ハリア。すげえ、なんかハリセンみたいな、クラウドのハリセンみたいな剣だけども、あれがルーンブレイド。あ、そうか、あれか、なんか別なシリーズでもなんかああいう形の剣じゃなかったっけ、違ったっけか、ルーンブレイド。いやでもなんか面白い形だね。あ、これが例の吊り橋か、もしかして例の、違うかな、これ普通に殴ってもいいんじゃねえか。あー、ちょっと待って、ダイス使っちゃったか、まあいいや、じゃあイファも殴りましょう。ボス戦のね攻撃も
かなり強力だからリミットゲージ数溜まると思うんで、もう脳死プレイです。完全にもう決定ボタン連打みたいな。 OK、よし行こう。さあもうね、いつセフィロスとのバトルなってもおかしくないよね。セフィロスとか、あとは何、そのジェノバですか。船で戦ったジェノバは所詮片腕にしか過ぎなかったわけだからね。なんかあの片腕だったよね確かね。なんかすげえの出てきたぞこれ、大丈夫かこれ。ドラゴン、まったくよ、こっちにもドラゴン出てくんのかよっていうね。ね、ドラクエじゃない、ファイナルファンタジーにもドラゴン出てくるのかよっていうところではありますが、いやルーラ全体行ってこい。あやべ、プライムハザードやっとけよかった。あー落ちた、火炎放射ランニング攻撃落ちちゃったよ。フェニオ使いたいなここ、フェニオ使おう。違う、ちょっと待って、狙いが定まんねえ。ちょっと待って、狙いが定まんなくない、ちょっと待って、ずるくない。あ、こうか。いや、ふざけんじゃねえよ。アイコだよ。いや、強いね。いや、待て、ちょっと待て、もう。いや、こうか。なかなか強いな。うわマジか、ずるくない。ちょっと待って、なかなかターゲットが、おい、待て、なかなかターゲッティング難しいぞこれ。待って、一回逃げよう。これダメ、逃げられない、おい逃げろ。逃げろ。逃げられないか。あーオッケー、危ねー。ちょっとさ、操作性がなかなか、ちょっとこれなかなかターゲッティングできないのよこれ。よし、アイテムをちょっと無駄に使ってたな。こんな感じだった。マコロって、なんか下にも行けるし、どっち行ったらいいんだろう。あ、それもセーブポイント置いてくれてるな。宝箱も置いてある。どっち行くんだこれ、こっちから行くんかな、こっちから。いや行けないな。どうやって行くんだ。ちょっと待って、なんかいるな、下に、なんかいるな。ちょっと待って、下が正規ルートだと仮定して、こっちは何がある。まあ普通のマコロの施設ってか。またなんかいかついのが出てきたな。ファイラー、サンダラ、エリザラ、ニラミ、やめてよ、睨まないでよ。なに、動き止まった。麻痺ってか、なんかあれこれいろいろやってくるねこの辺の敵ね。よしバトル終わったと同時に飛び起きましたけども、いきなり起きましたけどもね。
これこっちがマコールか。ちょっと待って、こっち行くと下、ちょっと待って、あのちょっと探索ね、探索。マコール云々の話じゃないよね確か。あの北に行くっていうお話だったよね、山抜けて、なんかそういうお話だったよね。さあ、でもそれなりにいい目が出たんじゃないですか。怒りを覚えた。いや覚えなくていいのに。よしよしよし、ちょっと待って、火炎放射ちょっと使ってみたくね。こっちまで行くとそれなりになんかルートがありそうな気がするけど、ちょっと待って、どう進めるのかさっぱりわかんない。どう進んでいいのか。こっち行くとマコールだよね。どうしたらいいの？あ、こうか。こうか。とりあえずマコールを様子見には行きますよ。なんかわかるかもしれないからね。燃えたはずのこの街が復活してるっていう。なんか見れる？あ、見れない。見れないね。いけない。ってことはやっぱマコールは関係なしか。なんともね。いやまあ今現在の最重要任務はやっぱりあれだよね、セフィロスを追いかけることではあるけども、追いかけることではあるけども、がしかしだよね、がしかしどういうことなんだろうね。これなんかあの土管みたいなのがあるけど、これ中伝っていけんのかな。なんかいっぱい出てきたな。睨まないでくれー、まひる。くー、まひった。おい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 、うわマジか。あれだよね、アクセサリーうまく使えってことだと思うんだよね、これね。おそらくは。おそらくはそういうことなんでしょう。状態上の耐性のあるアクセサリーを使いなさいってことだと思うんだけど。よし。すげえ厄介だな。全体回フリートレベルアップ、OK。あの下の宝箱いけないのかな、ちょっとわかんないよね。ほらなんかいるよこれ、虫みたいな、大きい虫みたいなさ。あ、なるほど、これあれだな、あの、あーはい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 、覚えありますよこれは。あ、宝箱ある。あれどうやって取るんだ、こっちから取るのかな。なんかあの宝箱にさ、あの時間取る、うわーうわー、どうしよう、火炎放射大丈夫か。召喚イフリートダメだよね、サンダラもダメだよね、アングル召喚芝早いんだよこいつ動きが。ウィザラ
これが何歩入るかによるけどね。氷属性がさ、どんだけ入るかっていう。どうよ、1個食らうんじゃねえか。345、なんか微妙だな。600ぐらいいってくれるかなと思ったけど、そうでもないな。259、って感じだな。まあでも全体では飛んでこないから、まあいっちゃいいんですけどね。火炎放射、ただ動き早いんだよこいつ、動きが。いけ、ダイス66出ろ、66行ってこい。よし、うわー、ちょっとそんなにいい目でもなかった。なんか盗んでみる。なんかまあ盗んでみるってのもありだよね。火炎放射ラーニングオッケー、アザース、ありがとうございます、いただきます。やるでも一発いくか。金の腕はいいね。金の腕はとは何ぞや。いやこいつきっとあれだぞ、倒すたくさん経験値もらえるぞこれ、この感じだと。オッケーオッケー、さあさあさあ楽しみだな。はいはいはい、そうでもない、そうでもない。金の腕はいや何、あれ木ね、あれか、装備品か。金の腕は、まあ、特にどうこうって、まあ確かに防御力上がるけど、上がるけどもだよね、上がるがしかしだよね。まあ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 いいでしょう。これいけない、こっち行けないの？え？行けない？あ、なんかこればっかり時間食って全然先進めないですね。ちょっと逃げよう逃げよう、ここ逃げるぜ、俺は逃げるぜ。 OK、 いや行けなくない？いや行けないっすよ。いや、なんかこの操作的な感じでいけない感じ。あ、こうか。こうか。え？うわ、ほんとわけわからん。わけわからん。ほんとわけわからんな。まあいいわ。あんまり無理して。おー、すげえすげえ。綺麗な。あ、なんか落ちてる。なんか落ちてる。属性のマテリア。すげえなんか綺麗な場所だけども、ね、ここは今んとこは意味ないと。この先がなんだ、いやちょっと待って、どう進んでいいかもうほんとわからん。道が入り組みすぎてて、もう進みが本当わからん。スナイパーなんとか、バレットさんの技かな、技というか武器か。これがまあ正規ルートだとは思う、多分正規ルートっていうか、あの戻んのかな多分、マコロの方に。逃げろ逃げろ逃げろ、早く早く。防御盗む、オッケー、逃げてくれー。マジか、あ、逃げた逃げた。金の腕、あともう一個欲しいな、もう一個。よし、ちょっとね、なかなか前回の動画からほんとね進みが悪くて申し訳ない。
ぱそうだね。これあれだわな、この上があれでしょ、マコロ。あれじゃあどう進めばいいの、どう進めばいいんだ。発攻撃いきます。発攻撃でちょっと複数攻撃で削りたい。行ってこい。オッケー。あんまり効かねえんだな、あの分散されたやつは。まあそんなもんか。でもあーくっそ、めんどくせえな。ダイス。いいね。地味に強いよね。ケットシーのこのダイス。地味に強い。物静かだけどね。強いよね。はい、戻ってきた。こういうことか。だから、正規ルートは、あ、ちょっと待って。正規ルートは、どうやってあの下の宝箱取るんだろう、これ。いけないっすよね。ジャンプとかでもなさそうだしな。いやこれ絶対なんか戦うんでしょこれね。えセーブポイント置いてくれちゃってるもんね。まあいっか。じゃあよし、麻痺食らう前に焼き尽くしてしまえ。はい、オッケー。よし。いやでも本当魔法は楽だね。オッケー、いい経験値だ。お金も結構もう5万2000、それなりにたまったけど、なんかこれなんかここにキラキラ光るものあるけど、あ、ん？いや違うな。なんだあれ、どうやって取るんだ。マテリアはあんまり取り逃ししたくないんですよね。マテリアはあんまり逃したくない。いやすごい。あーまたご勘弁を。めんどくせえ。ティーファ早く動けお前。早く動けお前。ティーファお前。相手の動きを見てんじゃねえお前。ひたすらこちらから。こちらから動け。よし。オッケー。いやーなんかめっちゃ効いた炎。来ましたね。あーいやーすごい経験値は相変わらず。ちょっと待って、こうだよね。え、どうやっ、なんかキラキラ光ってるよね。あれどうやって取るんだ、いまいちよくわからんな。まあいいや、とりあえず多分これボス戦になるだろうからで、マテリアを組み替えて、組み替えて、ヘイストヘイスト。多分これバトルになるよね。まあなんとなく分かってましたけど、行きましょう。リミット、ほいほいほい。あーダメか。ミス1個絡んじゃったね。もったいない。マテリアキーパー、トライオラーニング、いいじゃん。なんか次々とね、技覚えてくね。いいね。よし、ちょっと敵の技使ってみません。トライン、マトラマジック、いいじゃんいいじゃん。あれ、あーあった火炎放射、ちょっと一回やってみよう。めっちゃ食らったんですけど、
めっちゃ食らったんですけど、あー間違った間違った、敵回復しちゃった。おい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 、敵回復しちゃったよ。やっちまったから600何本もやってたもん。これ召喚行く、芝よし召喚行こう。召喚も使えるだけ使おう。タイタン、タイタンお願い、行ってこい。よし、いやでもね、やっぱ敵のね攻撃も強いね。なかなか楽に勝たせてくれないもんだ。377あんまり強くねえな、あんまり強くない。クライムハザード、さあ行く行くはどうだ、行ってこい。いやー、どんぐらい入る、回復した、マジか。くっそー、シンプルに殴った方なんか強そうだね。あのダメージ出そうだね、なんかそんな気がする。シンプルに殴ろう。じゃもうスピード勝負、ペースト使ってるから。おお、すげえすげえすげえ、おすげえ、タイタンすごい。488、まあ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 食らったね。わーっと回復、マジか、お前とんでもねえやつだな本当に。これ回復しやがったぞ。トライン、やばいやばい、うわーめっちゃ食らった、めっちゃ食らったな。やるわ、もうこれ最後の最後じゃない多分、全体全体化は3回目。よし、とりあえずここで押し切りたいね。ヘルコンボ、これはちょっとゲージ溜まるよ。オッケーオッケー、でケアルでマテリア、結構狙いが本当になんか狙いにくい。この辺ちょっとね改善してほしいところですね。オッケー、消えた消えた消えた、なかなかね、ちょっとこれは強敵だったぞこれ、こいつは。メテオドライブ、メテオドライブじゃない、メテオドライブ、カウンターのマテリア、いいね。カウンターのマテリアいいんだけどさ、クラウドにつけてやるか、追加効果より。カウンターの方がいいんじゃねえの、ダメージを受けると自動的に反撃、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でも毎回毎回ってわけじゃないんでしょ多分、これはおそらくは、おそらくはそうですよね。ここのピカピカ光ってる、これすげえ気になるんだよこれ。ほら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 、この今矢印指さしてるやつ、これどうやって撮んのこれ、ちょっとわかんないっすよね。まあどうにかしてこういけるんだと思うんだけど、ちょっとわかんないよね。火炎放射とかちょっと使ってみる、あ全体じゃないのね、敵の技、あーもう敵の技封じられてるっていうか麻痺られてる、もうあれ全体だ、あそうか全体じゃない、トラインが全体か。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、強いじゃん、それなりに強くない。商品もさそんなに激しくないしね。トライン、トラインこれ全体でしょ、どうよどうよどうよ、はい、うわー強え、しかも消費安い安い、
これはいいぞ。トライン、これはなかなかいいぞ。この辺からこうなんかパイプよじ登っていくとかでもないっすよね。これどうやっていくんだ、これ。これよじ登っていくとかじゃないよな。わからん。気になるんだけど、これめっちゃくちゃ。こっちの宝箱もそうだしね、いけないんすよ。なんか見落としてんのか。まあいいけどさ、別にちょっとトラインいいな。トライン、これも連打だな。これもうトラインの時代来ましたよ、これ。あれ、ちょっと待って、なんでケット落ちた、お前。いや、これトラインの時代来ましたよ。ほら、しかも安い MP の商品が。これはいいね。なんでお前ケット落ちてんだよ。いやちょっとね、時間今30分ぐらいまでもう尺来ちゃったけど、本当にね、進みもね、ちょっと悪くて申し訳ない。本当に多分こっちが正規ルートなんだよね。もう諦めよう、あのなんかピカピカ光ってるやつとか宝箱とか。ちょっと先進むのがちょっとね課題です、ここは。さて、洞窟抜けましたけど、北に行くって言ってたよね。北に行くって言ってたけど、こっち北じゃないよな。いやーちょっとわからんな。セフィロさ、どこに向かって行ったのか。洞窟抜けたはいいけども、街もないしね。いやもうこれトラインですよ、トライン。これカーソルを記憶とかできないかな。つまりできないか。いやめっちゃ強えよこれ。消費20でさ、これって、まあ、いわゆる敵の技、これあれだよね、ラーニング、あの青魔法だよね。これはめっちゃ強えぞ。これはもうトラインの時代ですよ。あった、待ちあった。とりあえずここで一息つきますか。なんてとこ、何地区なんだろう。もうトライン連打です、これは。敵の技、カーソルの記憶、ちょっと一回コンフィグ見てみますか。あるかな、あのフリーゲームとかにあるんだけど、なかなかなさそうっすよね、この当時のこのプレステの作品は。ティファばっか狙いやがって。トラインいいねめちゃくちゃ強い。よし、コンフィグ、あったカーソル記憶、ウィンドウ閉じても指の位置を記憶するかどうか。ちょっとこれ記憶にしておこうか。ちょっとこれでさ、一回敵と戦ってみてもいいかな。ね、こういう時敵出ねえんだよなこれな。ねえ、これね、宝箱近くにあるさ、うわ、どうしたらいいんだってなると、まあ敵すぐ出てくるんだけどもさ、これ敵の技、トライン、まあ戦うでもいいですけど、ここも敵の技、トライン、これで記憶されてればいいけどね。まあ多分
倒しきっちゃうかもしれないけど、次のバトルだな。オッケーオッケー。ちょっともう一回ね、もう一回ちょっと戦わせてくれ。ルチルノミ、なんだなんだ、なんか怪しげな、ギンギンになる、ギンギンになる身じゃねえだろうな。暑い夜になるぜこれ。さあちょっともう一回、もう一回ちょっとエンカウントして、さあ行こう。記憶ちょっと記憶を試してみる、記憶されてるかどうか。これだったらかなり楽になるけど、いやされてないな、いやされてないな。あれか、敵のバッ、このワンバトルじゃないんだ、単純に、あ、またやったこれ、またやった。単純にカーソル一回閉じた時に記憶されてるかどうかってことか。いやそうだよね、そういう風に書いてたもんね、そりゃそうだよね。はい、わかりました。あれは何、おおロケットぶっ刺さってるな。でもなんかこんなのあったな、錆びついたロケット、何のためにこんな巨大なものが。はい、ということで今回ここまでにしておきたいと思います。大して進んでないけどね、ちょっとね申し訳ない、本当にゆっくりゆっくりゆっくりね進んでいきたいと思います。いや結局回収できなかったアイテム、あれ何だったんだろうね、ちょっと気になる、一回気になっちゃったらさ、もうさ、ほんととことんもう気になっちゃうから。もうレベル32だぜこれ、もうだいたいレベル30って言ったらさ、中盤から後半に差し掛かってくるぐらいじゃない？ RPG、スクエニの RPG って言ったらね。まあ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 いいでしょう。はい。ということで、じゃあ次はこの街の探索からね、始めていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。